た。ボンジュガトゥース1分前基礎講座ニューメロキャンセット、ガルガネーガについてですね、バックグラウンドですが、イタリアの代表的な白ワインですね、ベネト州のですねソアベの、主要品種の一つです。で、ミネラル風味がですね強くて土っぽくて、シャルドネとですね多少共通点があります。メロンやアーモンドのようなアロマを持ち、フルーツフレーバーがしっかりとあり、中程度以上のボディを持つワインで、樽熟にもですね適します。ボンジュガトゥース1分前基礎講座ニュメロキャントヌフ、ユニブランについてですね、イタリアではですねトレビアノと呼ばれ、フランス、イタリアで広範囲に栽培され、フランスのコニャックでは、蒸留酒のですね、原酒用にも使われます。イタリアではほぼ全国的に栽培されていますが、オルビエトや、逸話で有名なエストエストエストの、主要品種となっています。色はやや濃いめの、イエローですね、ややアロマに乏しいですが、酸が豊かでアルコール度数も高く、温暖気候で、力を発揮する中級品種です。ボンジュガトゥース1分前基礎講座ニュメロ3カンテアン、ビューラについてですね、バックグラウンドですが、別名マカベオともいい、フランスはですねリオ派の代表的、品種であります。発泡酒カバのですね、使用品種の一つでもあり、ミディアムイエローで、熟したグレープフルーツか、アプリコットのようなですねアロマを持ちます。フルーティーですが、ボディはやや重めで、酸はやや低めです。リオ派では、アメリカンウォークを使用して樽熟成をすることもあります。ボンジュガトゥース1分前基礎講座ニュメロ3カントア、パロミノについてですね、バックグラウンドですがスペインアンダルシア原産の、シェリー用の品種です。乾燥気候に強くですねヘレス地区のですね石灰岩土壌、アルバリーサとも呼ばれますが、に、よく適合し、ほとんどのシェリー種のですね、唯一の使用品種となっています。ボンジュアトゥース1分前基礎講座ニューメロ3カントキャット、アルバリーニョについてですね、バックグラウンドですが、スペインのガリシア地方原産の品種でありアロマティックで、白桃系のアロマを持ちます。リアスバイシャスのですね原料品種でもあります。でスペインでは、珍しくですね古くからバラエタルワインとなり得た品種です。ポルトガル北部でもですね、このように、表記してですね、日本語で、読み方で言うとアルバリーニョと変わらないんですが表記が変わります。ビーニョベルデのですね、使用品種ともなっています。果皮が厚くですね、湿度の高い気候にも耐えてですねフレッシュ&フルーティー、な特徴を持ちます。さらに爽やかなアロマと酸を持つワインを、生み出しています。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラプクシェンのポア。